聞いたら損する。僕はね、井上尚弥の試合はチャンピオンになってから数試合見ただけなんですよで、はい、その前もちょこっと見てるだけなんですよね、はい、っていうぐらいの人間が今から話しますでもそれぐらいなのに、うん、こいつの凄さは分かるなって思ってるんですよね。じゃあすごい玄人目線じゃなくても、うん、分かるところは分かる。あ、そうですね、玄人目線というよりかはあのスポーツってちょっと歴史を見るみたいなところがあるっていう話前したじゃないですか、うん、だから僕は80年代後半から90年代で2000年代初めぐらいまで見てたんですよ。だからその過去のものもある程度洗ったりしてたんで、この流れの中で井上尚弥がどれだけ得意かっていう進化してるかっていうところについての話なんですけど、飛行じゃないですか、はい。まあ、今回その WBSS っていうその大会の決勝なんですけど、そもそもじゃあ WBSS って何だと思ってます？ワールドボクシング、うん、そこまで割ってる。 WBSS SS スモールサイズ。最低です最低です。なんか他団体のベルトを統一しようぜみたいなやつじゃないですか。ああ、もう答え言っちゃったじゃないですかそういうこと、そういうこと。あのスーパーシリーズで、あ、WBSS って言うんだけど、はいはい、あの今って何個あるんですか、そういうその世界チャンピオンのベルトみたいな。いいこと言うね。その話がしたかったの、うん、なぜ WBSS ができたかっていうと、うん、世界チャンピオンが多くなりすぎたせいなんですよ。もともと今ね、世界チャンピオン何人かというと68人いるんですよ。全階級で全階級でえ、じゃあバンダム級で68人。あ、違う、うん、全階級通して合計したら68人。階級はいくつあるんですか？17階級あるんですよね。じゃあ17人のはず、はい、なんだけど認定団体4つあるんですよ。17×4 で68なんですけど、ここに暫定王者って聞いたことあります？聞いたことある。どういう意味なんですか、暫定王者？チャンピオンになった人が怪我して休んでたりすると、はい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 、あまりにも空位が長くなるんで、はいはい、暫定的にチャンピオンつけたりするんですよ。それランキング1位の人がなるんで、ランキング、いや、ここでランキング1位と何位とかで決定戦が行われて暫定王者っていうのが つきます。それチャンピオンが帰ってくるまでってことですね。そういうこと、そういうこと、うん、っていうのが出たりとか、うん、あとまあスーパー王座っていうのがあったりとか、ね、あと今あのフランチャイズ王座っていうのも出てきました、ね、フランチャイズ変えるやつ変えるやつもはや俺もねよく分かんなくなってるんだけど、そのあたり。なんせ認定団体はチャンピオンを認めると認定料が取れるんで、結構乱発してるっていうのがあって、すごいこれは批判されてるんだけど、なんで少なく見積もっても68人ですよね。なるほど、うんうん、でこれが昔はどうだったかっていうと、うん、あのファイティング原田の時代です。おお、だいぶ昔ですね、うん、の時代はどうだったかっていうと、認定団体1階級で、はい、で今の間にスーパー階級って言って、スーパーバンタム級とかスーパーフライ級っていうのがなかったんで、はいはい、10階級だったんですよ。お、世界に10人しかいなかったんです、あの時は。あの時はじゃあ本当に強いじゃないですか。そうなんです、そうなんです。ウェイトの幅もね広かったってことですね。そうそういうことなんです、そういうことなんです。おお、だから今ね7倍になりやすいんですよってことですね単純に考えてそんな状態だからチャンピオンって言ってもいっぱいいるじゃん、誰が強いんだよってやっぱ思うんで、うんうん、そこでトップランク者かな、その有名なプロモーターから、うん、飛び出して会社作った人がその WBSS ってのを作ったんですよね。それはまたみんなが認めないとダメじゃないですか。そうなんだけど、5番目の認定団体みたいなだけじゃないですか。あ、ね、それは認定団体とは違うイベントなんですよ。でこのイベントには条件があって、はい、この認定団体のチャンピオン全員出るっていう。8人でやるんですけど、はい、要はこれ天下一武道会みたいなものです。そのチャンピオンたちと、うんうんうん、あと今、上り調子の、まあ、これもう僕もねさっき調べたんですけど出てる人の戦績見るとほぼ無敗だったりとか、うん、もうオール KO だったりとか、暫定王者とか出ますか？次期チャンピオン、まあ、暫定王者も出ます。そう、チャンピオン候補って言われる人たちがバーッと出て、トーナメントでやり合おうっ
ていう大会なんですよね。これだって他の4団体は伸びないじゃないですか。ああ、いやでもね、結局あれなんですよね、あのボクサーからしたら、うん、あのチャンピオンになっても、うん、もういや薄まってしまってるんで人気になれないんですよ。なるほど。そう、昔はチャンピオンだったらお金取れたんです。一点集中してたものが、そうそうそう、それがもうすでにばらけてしまって、だからもうパッキャオとかはあのノンタイトルでもお金取れるんで、別にタイトルかかってなくてもいいですよね。そういう感じになってしまってて、だからそれをもう是正するというか、もう誰が強いの決めようっていうので作られたのがこの WBSS。 これでもあれじゃないですか、そのある団体はこうチャンピオンを認めてる、作ったけど、そこで負けちゃうとこの団体弱くねっていう団体丸ごと評価が下がる可能性があるじゃないですか。ありますね。ね、ありますあります。だからリスク高いですよね。リスクは高い、リスクは高い、だからあの言ったら、まあ、団体も認めなきゃいけないけど、やっぱりボクサーがやりたいってまず言う、でそういう人たちが揃った階級で、これで行われる、全階級ではないんですか。ではない、今まで今2シーズン目なんだけど、前はスーパーミドルとか、その上の階級の方だったんですよね。で2つぐらい階級で行われて、今回も2つかな、今バンタム級と、あともう一つなんかちょっと忘れちゃった、多分スーパーフェザーとかなんかそのあたり、そこに出たんですか、井上尚弥は。そう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 、だからこれにもう選ばれること自体が日本人で認め、あの世界で認められつつあるっていうことなんですけど、蓋開けたらですね、決勝まで行っちゃってるわけですよ。もうさっき言った、まあ、世界の17人の1人じゃないですけど、はい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 、本当にこの階級で本当に強いんですよ、強い、っていう風に認められつつある。すごいですね。これは本当に今までのね、多分ボクシングの歴史で言ったら、日本のねボクシングの歴史で言ったら、こんなボクサー多分いなかったと思います。それはファイティング原田、まあ、ファイティング原田で遡ったら、まあ価値としてはあるけど、ファイティング原田以来ぐらいの本当に強いと認められるチャンピオン。で結構日本の、ちょっと話長くちゃったんですが、日本のチャンピオンって、まああの、日本国内で防衛するっていうことが多いんですよね。なぜなら有利だから、やっぱホームで。で、相手も呼べて、はいはいはい、で向こうは長い距離来て、はいはい、で、やるじゃわけじゃないですか。だから、有利に物事を運べるんで、で、やっぱり外に行くと負けるっていうのがあったんで、やっぱり中でやろうとしてたんですよね。だからチャンピオンになっても世界の中で、あ、世界の中で、日本の中で挑戦者を呼んで、ずっとやってたんですけど、はいはい、これが、本当ようやく覆り始めてる。これはみんな本来は出たがらないんですよね。今までは出たがらなかったというか、あのボクサーがっていうよりかはジムがやらせたがらなかった。確かに面白くはないですよね。そう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 、負けた時のリスク考えると、あと金もかかるしみたいな。そうそうそう、あのボクシングのチャンピオンって、ボクシング取るだけだと、ボクシングじゃチャンピオン取るだけだと、あのまだプラスになってないですよね。そうなんですか。初防衛戦して初めて、そうなんですか、トントンっていうぐらいなんですよ。うわー何がトントンか分かってないんですけど、挑戦するためにチャンピオンを呼ばなきゃいけないんで、呼ぶために費用がかかるじゃないですか。はいはいはい、で、要はオプションっていうのを聞いたことあります？チャンピオンを呼ぶのにプラスして再戦契約まで結ぶってやるんですよね。万が一負けても再戦させてくれっていうのを約束して呼んでたりするんですよね。それぐらい向こうにお金も払うし、条件も譲って。ジムが払うんですか？ジムが払う。いくらぐらい払うんだろうね。ごめん、そこまでは分からない。まあ、違うんでしょうね、階級とかによって。そうそう、とでもそれぐらい呼んだ方が有利なんですよね、やっぱり。あのボルトを20秒走らせるのに5000万だそうです。とね、ボルトはちょっと違う。違う。ボルトはすごい。もうちょっと安い。そうだね、60億分の1やからね。ボルトは60億分の1の男ね。そこと比べられたら、あの、メイウェザーみたいになっちゃう。うん、そっか、じゃあそんなに金を払ってきて、そうそうそう、でそれでチャンピオンになって、で、で防衛しないとお金が儲からないっていうレベルだろう。平大吾とかはもうえらいことしちゃったみたいな感じなんですか。そうでしょうね。まあね、だから、そう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 、だから相当やっぱりなんていうか、周りからのあれもあるでしょうね。
これちょっと話変わるんですけど、このラウンドが長くなると、うん、儲けが大きくなるとかあるんですか？そんなのはない。はないですね、うん、それはないですね。だからもう単純に1試合の契約なんで、うんうんうん、あ、僕も質問いいですか、うん、純粋にこのいろんな世界チャンピオンがいるじゃないですか、うんうん、パッキャオとかはお金が取れる、で他の、まあ、あんま有名じゃない人は取れないっていうのは何が違うんですか？ね、もうこれは例えばパッキャオは俺もう完全その見てたんだけど、うん、上り詰めていく、うんうん、まあ、アジアのボクサーって大体舐められてるんですよね、うんうんうん、フィリピンボクサーってそんなに昔なんて、うんうんうん、あの評価されてなかったんだけど、うんうん、で試合組まれて、うん、まあ、ぶっ倒すわけよ、はいはいはい、アメリカで、うん、じゃあ面白いやつがいるわってまた試合組まれて、うん、ぶっ倒す、もうこれの連続、うん、じゃあ場所とかがやっぱ重要なんですか？そこでその戦う相手なのか分かんないですけど、カマセインの爪で呼んだらこいつめちゃ強えみたいな感じになって、めちゃ強え、うん、本当に成り上がっていった感じ。そう、もう成り上がりなんだよね、本当に。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688、 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。だからもう向こうには英雄みたいな人たちがその当時いたんだけど、メキシコのねボクサーの時、軽量級だと、まあ、そういう人と当てられて、それでももうバンバン倒して勝っちゃうみたいな、もう前評判と全然ダメだったのに。普通のボクサーはそうじゃないんですか？いや負けちゃいますよね、やっぱり強いやつに当たると。あ、うん、あ、でパッキャオの場合7階級上げてるんですよね最後。元々フライ級とかなんですよ、確か。あ、下から数えたら早いですもんね、うん、そう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 。でも毎回ね、ほんと3階級4階級上げたあたりで限界だって言われたんですけど、はい、でも全然パンチ力落ちないです。はあ、うん、そこがやっぱり突出してましたね。それも規格外なもうスターですね、うん、結局そうですね、規格外のところですよね、うんうん、ボクシングって僕の好きなところとして、例えばその、うん、そんなにこう強くなさそうな人だったりとか、うん、努力で成り上がるみたいなのもすごい面白いんですけど、はいはい、もう一方で、うん、もう残酷なぐらいに才能ある人間が暴力で人をボコボコにするっていう世界でもあるんですよ。もう残酷なぐらいに、はい、これを暴力で見せるっていうね。まあね、残酷なぐらいボコボコしていいですよショーのショーですからね、うん、そう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 、これが本当にその二面性がねすごい魅力なんだろうなと思います。そうですね、相手がフラフラなっても殴っていいよって言ったらねっていうことですよね。そう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 、で当たんないのでもパンチが強いやつでやるといっぱい練習してきたのにね、練習してきたのにそういうの全部吹っ飛ばしてしまうっていう、この才能のさっきの話の才能の美しさみたいな。これウィル・スミスが出ている映画で、なんて映画なんですか、タイトル忘れたんですけど、アメフトの映画の、でアメフトのなんかある人が自殺かなんかするんですよ、はいはいはい、でなんか言動がおかしかったよねっていう話になって、でそれはアメフトでもしかして脳をこうダメージを負ってその引退した後にその後遺症が来たんじゃないかみたいなのをこう調べていくんですよ、ウィル・スミスが弁護士みたいな立場で確か、うん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 、そしたらこうはいどうぞってこう、はいどうしよう、用意どうみたいなのがあったら頭こっちにぶつけるじゃないですか、うんうんうん、であれが非常にこう、身体の影響がもうやばいと、脳みそにダメージが、脳みそにすごいダメージがあってこうやばいよねっていうことを公表すると、
もうアメリカの子供たちの夢のスポーツ、うん、アメリカを支えるスポーツを危険なスポーツと見なしてはいかんっていう、うん、権力と戦うみたいな映画、これ実話なんですけど、うん、っていう映画があって、でこの間鈴木さんと、まあ、ずっと前ですけどランニングした時にこうボクシングなんてもうこう脳にダメージ与えてなんぼみたいなスポーツじゃないですか。で後年やっぱね後遺症になって死んでいく人とか、うん、アメとアリとかもまあね、うん、そういうの子供が俺ボクサーになるぜって言った時、親としてはどう捉えるべきか、でめちゃくちゃ才能がありますって周りに言われた時にどう捉えるべきか、やっぱ見れないですよね。本当そうですよね、うん、今結構日本で強いところが、もう井上尚弥もそうなんですけど、うんうん、あの行ってるチャンピオンってやっぱり子供の頃から親にがやらされてたみたいな人が多いんですけど、でもやっぱりそうやってなった人たちは大体口を揃えて言うんですけど、自分の子供にさせないって言うんですよね。あ亀田はそれぐらいやっぱり、どうだろう、え亀田兄弟はどうだろう、どうだろうねちょっと子供がいないからだけど確かにね、やっぱり怖いは怖い、怖いですよね、スポーツですよね、うん、これスポーツがなんかパンチが当たんなくても、うん、あの頭を振るじゃないですか、うん、あれも結構脳にダメージあるんじゃないかなと思ってこうやってこうやってウィービングで脳がゆっさゆっさされてるわけでしょ。それもね、それで死んだりしますからね。まあまあ、赤ちゃんはね、赤ちゃんはこれでダメだったら他のスポーツとかもダメじゃないいや、結構激しいじゃない、ああ、マークシングは、うん、あまあまあ、そうか、サッカーとかもヘディングとかで、うん、ダメシーンとかありますよね、うんうん、スポーツってまあ、やっぱある程度あるんでしょうね、そういうスポーツはまあ、何せよあるか、膝が壊れるとか、うん、そうですね、うん、まあ、そこは犠牲にしてる仕事なのかもしれないですね、極めたらね、まあいいや、ちょっと話を戻すと、はい、でまあ言ったらそういう環境がある中での井上尚弥なんですけど、うんうん、あのまあ、今度戦う相手がまたボクシングファンとしては燃えるんですけど、まあ、ノニト・ドネアっていう選手なんですけど、ノニト・ドネア、ノニト・ドネアっていうノニト・ドネア、ノニト・ノニト、うん、まあドネアでいいわ、ドネアドネアっていう選手なんですけど、フィリピン人なんですよ、フィリピン人で、パッキョウと同じ時期に出てきて、はい、パッキョウがブワーって来てる時に一緒に、もうちょっと下の階級なんですけど、はいはい、まあ、フライ級、スーパーフライ、バンタム級、5階級制覇してるんですよね、その。で5階級制覇って世界に今まで史上5人ぐらいそうだったんで、はい、言ったらもうこの人も伝説、はい、伝説。でもいい年じゃないですか、パッキョウと同じに出てきたから。36歳ぐらいかな、35歳とか。いい年ですね。まあ、正直言うと、本当ね、総合力で言うと井上尚弥が勝つんじゃないかと、うんうんうん、っていうところもあるんだけど、うんうん、なんせね、井上尚弥ね、俺もね、これ喋ろうかと思ったんで、うん、試合を見直したりしたわけですよ。でもね、穴がないの。へぇ、全然おう、うん、なんだろうな、まあ、中間距離、ボクサーファイターって前に話したと思う、うんうん、中間距離で、うん、でパンチ、どのパンチも切れるし、で、ステップ、まあその、うん、足もあるし使えるし、ディフェンスもめちゃうまいんですよ。総合点も満点近いみたいな、もう満点近い、で、カウンターのタイミングもめちゃいい、くせにパンチめちゃめちゃ強いっていうやだやだ、もう戦いたくないな、うん、無敗でしたっけ。無敗です。あで、今までダウン経験あんまもうプロも通して1回もない。おダウン経験がない。ない。まあ、これもしかしてあれかもしれないですけどね。打たれ強さが試されてない可能性もあるんですけど。なるほど。うん、一発もらったら分からんぞ。分かんない。ただまあもしかして強いから強いからというか、うん、耐久性があるから。当たっても倒れない。そうそう。かもしれない。この試合いつなんですか。まだ決まってないですね。まだ決まってない。2019年の。で一方のそのドネアも、うん、ドネアはねどちらかというとアウトボクサーに近いようなタイプなんですけど。うんうん、アウトボクサーに近いんだけど好戦的なタイプなんですよね。相手倒そうとするんですよ、カウンターで。だから手が出なくて、はい、ちょっとなんていうか停滞したりもするんですけど、はいはい、カウンターの威力すごくて、左フックがもう相手の顎の骨割っちゃうぐらいですか、うん、の人なんですよね。だからなんていうか、フィリピンの先行って言われてて、フィリピンのフラッシュって呼ばれてるんですよ。これでめちゃくちゃ人気出て、はい、
ブワーってアメリカで上り詰めたチャンピオンなんですよね。これもう、あ、こいつに手出したらカウンター飛んでくるから出したくないみたいな気持ちにさせるわけですよね。そう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 。で、日本のもともとチャンピオン、まあ、これ多分知らないと思うんですけど、西岡俊明っていう、知らないです。これもうボクシング好きはもう、あのみんなが知ってる。じゃあもし聞いてる人がいたらもう、おお、そう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 、そこ出すみたいな感じになってます。あの明石出身なんで、もう僕はもう大好きなんですけど、まあ、このチャンピオンも、うん、あのこれもやっぱり海外に行きたくて、まあ、体験ジムってことか結構海外に通じて、ね、行って、うん、で向こうのメキシコのすごい強いチャンピオンと戦って勝って、うん、で最後の試合でノリトドネアを指名して、まあ、チャンピオンって確か挑戦者として迎えたと思うんですけど、はい、でもね、もう歯が立たなくて、結構一方的に負けちゃった。あ、うん、こんな強者が2つ強者がぶつかると、そう、これは本当に多分ね、判定はないんじゃないかなと。おお、まあまあ、うん、KO 決着どっちにしろで、ここから僕の予想です。はい、はい、予想なんですけど、はい、多分ね、総合力で言ったら井上尚弥なんですよ、うん、若さもある、スタミナもある、うん、パンチもある、うん、で、やっぱりノリとドネアは足がちょっと年取って、はいはいはい、そのやっぱりなくなってきてるんで、うん、もう通常で言ったら押し込まれて負けてしまうんじゃないか、うん、序盤おって思うんですけど、うん、だからドネアの陣営は長期戦で来るんじゃないかと、中長期の戦略で来るんじゃないかと。なるほど、はい、ほう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 。で、ドネアはスイッチヒッターでもあるんですよ、あの右でも左でも打てる。へえ、ボクシングって右と左でもう全然違うんですね、戦略が。へえ、違うんですか。うん、もう距離が違うんですよ。なぜかというと、なるほど、出す足が違うんで、はい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 、この時点でもうね、距離が変わってくるんですよ、ね。へえ、すげえ、うん、はい、だから心の本当、あの要は、サウスポーにスイッチして、はい、戦ってくるんじゃないかなって、ちょっと撹乱してくる、撹乱してくるんじゃないかなと。すみません、1ラウンド目はサウスポーだけど、2ラウンド目はあれ、うん、まあ、スイッチしたりとかね、とかっていうこともできるってことですか、うん、できるできる。しかも足がどうとはいえ、うち、ん、に来たらカウンター持ってるんですよね。カウンター持ってる、うん、で、あの見どころは多分僕は中盤だと思ってるんですけど、うん、やっぱね、あのめちゃめちゃキャリアあるんで、はい、どっかでギアチェンジしてくると思うんですよね、うん、あ、うん、流れを一気に変えて、で多分ね、カウンターで仕留めようとしてくると思うんですよ、ね、はい、ここが訪れるか、それとももう押し切る か井上尚弥が。井上尚弥はそこまで読んだ上で、うん、さらに長期戦に持っていくみたいなことはないですか。あるかもしれない。もしかして2人とも見合っちゃうんじゃないか。可能性もまあまああるかもしれない、うん、それぐらいやっぱり今まで多分、ね、井上尚弥が出会った中で一番パンチがある選手だと思うんで、でカウンターの名手でしょ、うん、だからやっぱり手を出すのは相当勇気が必要じゃないかなと。うーん、あー、面白いですね、うん、これは本当にね、ぜひ見てほしい。なんか、ね、いいですね、そういう話を聞いたら、うん、すげえ見たくなる。見てほしいですよ、うん。ドネアは現チャンピオンなんですか。ドネアはね、そう、何トーナメントの中でチャンピオン、参加した時はチャンピオンじゃなかったんです、確か、うん、参加してる時に別の、そうそうそう、他団体のチャンピオンと、他団体というかのチャンピオンと当たるでしょ、この4人、はいはいはい、8人中4人はチャンピオンなわけだから、はい、トーナメント勝ち上がったら、え、もらえるんですか、そのもらえる、もらえる、もちろん、すごい、最終的にはだからどんどん揃えてってやるの、今、あ、統一されるんですね、最終的に、うん、統一されてる、え、そうですね、だから言ったら、まあ、さっき言ったあれだけどね、あのベルトが、あ、ベルトが認定団体を認めないって言ってたのもよく考えたら、結局みんなが一人が払うったり、こいつがチャンピオンになるから、うん、あのそんなに評価は下がらないかも、よく考えたら団体自体はもう存続の意味なくなるじゃないですか。まあそう言われて久しいんですよね。うん、なんだけどやっぱあのまあ、さっきはチャンピオンだからって客呼べないって言ったんだけど、それはアメリカの話なんですよね。日本でボクサーで注目されようと思ったら、まずチャンピオンじゃないとっていうところがあるんですよね。そうですね。そうそうそう。で、しかもチャンピオンになっても知らないチャンピオンいっぱいいるじゃないですか。いっぱいいますね。うん、西田敏行でしたっけ。誰ですか。西岡敏明。怒るよ。怒るよ。本当に。長谷川穂積は知ってる。この間聞きました。
だいぶ前に聞きました。でもそうだよね、一時期の日本のボクシング界をね、卓球バイト、うるさいわ、ほんとね、まあ、しょうがないんだけどさ、あれでメディア出ちゃったと思って、まあね、そうだよね、怖い嫁から卓球で、え、なんですかそれ、卓球、ああ、その、いや、なんだっけ、長谷川穂積って、昔卓球部だったんですよ。で、そうです、引退してなんかテレビに出てきたなと思って、俺卓球やるっすって言って、おあれ、もともとひょうきんな人だったけどそっち行くみたいな、あんなに憧れてたのに、そう、なんかすごいなと思ってまあ、ね、メディアに出続けるって大変だなっていう、そうだね。